大教よ、お主の父は娘思いよな。大殿が城内に向かわれました。どういうことだ。何か異変があったのかもしれません。父上が怪しげな同士と話しているのを洛陽で見かけました。チッ、親父、なんか隠してやがるな。急いで会おうぞ。おお、お前孤狼官だろ。あなたが噂の。私は孫権、あざなお厨房と申します。今ちょっと厄介なことが起きていてな。これは不吉な。まさか父上の身に。バカ言うな。虎がそう簡単に狩られるかよ。そうだろう、親父。私が黙って敵中へ乗り込みやがった。何があったか知らんが、のんびりはしてらんねえ。積もる話は後回しだ。請求なお願いで申し訳ありません。何とぞ我らにお力添えを。船を動かせば渡る足場になりそうなんだが。我ら孫家にとっても大きな地の利です。
さて、お礼参りと行くか。できるのはどうなの？気をつけろ！一度空気をお見せします。
覚はできています。Yeah!
当じゃねえか。情けねえ。よし、今度は俺が助ける番だな。